この光は。<laughs> ありがとう。<laughs> ありがとう。お<ー>よろしく頼むぞ。三。二。一。さあ、始まりました。プリっ子の絵です。もういよいよ佳境だね。これも。 いや、ペコリーヌ、めっちゃヌルヌル動くんだけど <laughs>。で、ここに行く前のあの、キャルのね、心の叫びがめっちゃ良かったよね、前回は。あー、出た、あの、体をさ、いろいろ直してくれたやばいところ。うーん、シャドウやっつけてくれてるね。いや、めっちゃやっつけてますや、ね、ん。さあ、来ましたね。あ、あれ、つえ、抗う者たち。あがらう、あうだよねもう。 日本語。いやいやいや、もうやめて。ねえ。その操んないで。いやいや、ちょっとセクシーだけど。ねえ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 、その手の動き、えっちいな、おい。えああ、触れて欲しかったみたいなこと自分に。うん。おい、やめ。 そんなことは許さんどいや、デカシャドウいや、勇気とかもな、なんか今おかしなことになってるし。で、この戦力的なさ、ちょっと今不利な状況どうやって覆すかだよね。うもうそれこそ前回のプリコメのみんながさ、ちょっと集まってほしいわ、少しでも多く。 え団長ああ、だから前回やっぱやられてたんだ。で、またキャルみたいに操られてるってことうん。ああ、で、この三人、大活躍じゃん。いや、だから本当みんなどんどん、あれええ、<laughs> ちょっと待って、なんでいるの 何黄昏の都うん。いや、健在だったんだね。いや、それは良かったけど。ああここにたどり着いたんだ。あ、副団長お前が守ってんのかいいやー。 うん。ま、知らずにあれだ、一緒に行動ともしてたもん。いや、けどこの副団長強いよね。これってことは生きてるってことでいいのみんな。あだとしたらちょっと一安心なんだけど。あれけどめっちゃいっぱいないええ、ええー、<laughs> ちょっと待って、こんなに。 ええー。あんなにあれだ。自分を何とかするために取り込んでたんだ。海外イ,インサイトは。誰が <laughs> なるほどね。確かに。いや、けどこの子も強そうだよね。クスコちゃん。いや、もう、一気に自分から。 いや、頼むよ。ここは頼むぜ、マジで。いや、もうその胸邪魔になりそう、戦闘で。<laughs> んあー、状態以上。いや、3対1ならなんか、ねえ、いきそうな気もするんだけどね。もうここ最近の戦闘シーンがえぐいよ、プリコね。ええー。 どんだけおいいぞ、いいぞ、い,い,ぞい,いぞ頼むぜ。いや、けど、もうちょっとあれだな、助力が必要かもね。いやいや、ねじり込むのはあれだけど、とりあえずやっつけては欲しい。いや、もうどこもかしこもだな、ここも。いや、かわいい。ちょっとほのぼのだね。 いや、ゆうきくん。これ目を覚ましたらなんかあれかな。一気に形勢逆転の流れになるかな。いやいや、もう殺すけ。おお、こっち、こっち橋壊しちゃえば。ねえ。もう戦争の時は橋を落としてるの結構上等手段だぜ。で、落とすような戦力がいないか、今。<laughs> でっかいの来た。<laughs> いや、前のあれよりすごいでかいんじゃない。 やばいあれコッコロ。あ、今のはコッコロの手だね。ってことはんえおーコロスケがこっちに。いや、ゆうきくんも倒れてるから、ゆうきくんもここにいたりしないかなまたそれとは別なのか、今。 うん、友達みたいな感覚。そうだよ。あなたがいつも崇めている。ホップ <laughs> 今、ホップってか。<laughs> キューとかじゃなく。うん。あ、これか。この違和感が、アミスだったのね。 えん。え？ギかななんだうんうんそれをなんとかするためのものうんそうだね。 やるだろうね。うん。ああ、コロスケもまた大きな役目がここに来てきたね。ま、ケルとかペコリーヌとかに比べてさ、ちょっとあれだもんね。なんか、バックグラウンドというかなんかない、あんまないなとは思ってたけど。ちゃんとあったじゃん、役目が。 いやーもう、それはね、ゆうきくん大好きだもんね。またちょっとおにぎり作ってほしいし、お米炊いてほしいわ。あ、目覚めた。えああ、え、なんだチャーリーとイカチューのあれああゆうきが、目覚めてる。んー、頑張れ、頑張れ。 もう真のヒロインだよ。ゆきくんは。いや、でっかいの来てるけど。えなに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 ん,んどういうこと気づいてここだよ。誰になんか、助けを求めたわけだよね、きっと。ってことは誰が来る 誰だろうえああこれあれかクエストの時のあの、取り替えおお、<laughs> すげえじゃん <laughs> やばいや、マジでいい子。うーん、よかったね、助かって。ああ、ゆうきくんも。んー、お母さん。ま、あ、手の焼ける息子でもね。 やっぱ愛してたんだね。いや、で、団長、これ。どうなってんだろう。操られてんのかな、やっぱ。なあ、やっぱそういうことだわ。うわ、やば。 いや、戦略的にやっぱこの団長さんすげえな。この中でも結構最強クラスなんじゃない近接戦闘おいおいおい、そういうことしないで、もう。あんだけ一緒にね、おにぎりとか食べてたのに、ちょっと前まで。いやー、キャルが止めるのかなと思ったとこもあったんだけどなー、会社イ,インサイト。 いや逃げないよ。だよね。うーんいや、けど、これはこれで。ええー、お、ええー、なんだその顔、お前。もうやめて、意地悪今度何するつもりだよ。 えなになになに外側から、<laughs> どういうことああ、あの上に浮いてる。落とすのかもしかして。引きずり。そしたら上からドーンでもう終わりじゃん。だから開けてたのかないや、徐々に徐々に落ちてくんじゃないタイムリミット的な。 いや、絶対そうだ。さあ、後半戦です。で、ね、この子たちをさ、出してあげたらさ、一気にあれなんじゃない形勢逆転するパターン来ないかなだから、ここの今の副団長との戦いが結構肝な気がするけどね。えなになに今当たったんじゃねえのうーん。いや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 。ね、あなたはもう何もできないのおああ、君か。 え、ちょっとやられてくれ頼むから <laughs>。せめてこっちは。あ、上から。もう恐ろしいな。こっちも負けず劣らず化け物だね。うん、チートすぎる。うんモロに入った。いや、だからやっぱここも助けが必要だよ。 いや、登場人物今までいっぱい出てきたんだから頼むぜ、誰か。え、この状況でも笑う。いや、諦めないね、決して。いや、ほら、来て、今だよ。お誰だ誰のあれだもう俺これだけじゃ全然わかんない。え ちょっと待って、誰だっけごめんなさい。えこんなのいたうん。けここで出てくるってことは相当強いと見たよ。いや、ほら、これ。おうん。何者ああ、そのための時間稼ぎなの 対抗作。え疾風のヘカーテ。<laughs> いや、かっこよかったね。急に可愛くなった。そしてこの人よ。いや、相当強そうだよ。うん。いや、いい音出すじゃん、また。 なになにはあ、中から剣が。ああ、じゃ、この子もあれか。戦ったら強いのか。武器で。<laughs> いや、名前がいいね。<laughs> うん。ああ、これもセブンクラウンズの力なんだ。絶対防御。落とし穴。 ああ、さっきの意思そういうこと当たってたんだ。ちょっこちょっこ。で、そこを一気にこの子があれか見極めて、ゼロ <laughs> ちょっとちょっともう、やばいね。全一さんみたいなことになってるけど。あ、えあ、止めたものの、さらに。これは決まったと信じたいね。この、今のいいね動き。 いや、お前かないや、ああ、まあ一応ね。褒めてくれてた。ええー、終わる流れでしょ今の。何これ、なんかこれ。どういうことえ <laughs> どう、何何やば。ええー これ絶対防御以外にもなんかあんじゃないのいやあ、そういうのもあるなら早く言ってよ。<laughs> いや、やばいじゃん。最強の槍と矛を持ってるじゃん。いや、槍と矛じゃ一緒じゃねえか。矛と盾だよ。<laughs> うん。あ、タマのレグナントが今、こっちにつけって言ったのかええー、じゃあもうほぼ陛下と同等クラスってことなのかあなんだ何したの ああもう出したってことああ、気をそっちに向けさせた間に、あれを破ったんだ。つぼみみたいな。あ、まだ破ってない。これからああ、けど破れたね。んああ、あれーえなんか、どういうことカイザーインサイトじゃなくね今の。 <laughs> またなんか出てきたよ <laughs> いカイザー。インサイトっぽくも見えたけど違うよね。なんだったの今の。むしろあっちの方がやばそうだけど。いや、キャルいや、けどペコリーヌももうここが。押し通る。いや、この言葉好き。 いや、いけんの団長相手に。手を入い全力全開ですかいや、いや、ここに勝ったところってまだいるんだよ。<laughs> いや、今回すげえな、マジでバトル。えー、何おほほ。<laughs> おほかっこいい。<laughs> あ、シールドなの。いや、ここもホコタテみたいなことになってるじゃん。いやー、行って行って、押し通って。ええー。いやー、これは行ってほしいけど、さすがにね。 どうなったん立ってるナイスペコちゃんいや、ちょっと、うん、セクシー胸が <laughs>、うん。うん。いや、本当だよね。同じ立場っていうかね。 その城の人間と王女様っていうさ。あ、商品戻ったんじゃないこれ。うぅなんかどんどん壊れてきてるね、キャラが。えぇ、ー、なんなん,ん やばいえ、ゆうきくんとかなんかないえなんだ今なんかあったよねあ、団長ああ、思い出したんだ。いやー、心強いけどこれやられちゃうかも。もしかして。 いや、それとも一緒に戦えるのかな <laughs> もう即答だぜ。いや、これはすごい熱。熱 <laughs> やば。うわーこういうの好き。感動的じゃないけどさ、目熱くなるやつだよね。 いやいや、いいよ、いいよ、団長が味方なのはもう、戦力的には十分じゃない RG <laughs> もう、マジで目厚くなるぜ。おどうなの入ってんだかうーんいけいけやったね。やば。 <laughs> うわいや、これは、いきそう <laughs> あしかも一発ああってことは、この開催インサイトここでやられるから、やっぱあっちの、 つもみから出てきた方がもっとやべえんだ。そういうことだよね、きっと。いや、やったでしょう。えああ、キャルか。浮かんでたのはうーん、取れた。いや、もう、王子様じゃん、キャルにとって。今、結婚しちゃえば。<laughs> ね いやあ。ああ。ああ。ほんとに終わりだ。えシャドウジャッジが本体だ。 いやいやいや、メトマルレグラントの方にいたのが本体だよ。来たじゃん。もう、うわー、強そう。いやー、こうなるとやっぱ勇気くんだろうね、出番は。 いや、シャドウであんだけ強かったんだぜ。うわそのパターン一瞬で、一撃で。反応もできてなかった、今。えぇ、ー、重力系いや、だからキャルが慕ってたのもあのシャドウだったってことおにぎり食べて。 やばいやばいやばい,いやいや来てくれゆきくんいや来るよねあれなんだあーこの光は <laughs> 来たありがとう <laughs> ありがとう いや、かっこいい。いやー、いよいよ最終決戦だよ、これ。え、けどここにこいつが来たってことは、あの人たちはどうなってんだあのメタモルレグナントといった人たち。 みんなやられちゃったってことかなはい、というわけで、まさかのね、陛下がシャドウという結果になり、こっからがね、本番ということになったんですけども、ゆうきくんも駆けつけて、ここからさらに反撃の呪しって感じなんですが、最初の方にね、アメス様が出てきて、まあゆうきくんがみんなのためなら無理しちゃうって話があったから、多分一回そういう展開にこの後なるんじゃないかな。で、そしたら今度は、コロスケの、まあ輝く番なんだろうね。あの鍵を使うことによって一体どうなるのかっていうのが、また楽しみです。はい、というわけでね、皆さんのごエピソ沿点にする感想だったり、 僕の歴史に伝えるコメントを実施しております以上でご卒業をお受けしましたバイ